ません、ゆずきです。ゆずきって呼んでください。せーの、ゆずき。ありがとうございます。はい、白石彩香です。彩香って呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、百瀬ミラです。ミーナって呼んでください。せーの、ありがとうございます。はい、今日は長い間忙しいのに見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日4つのグループがジルプラネットの方からデビューしたんですけど、今後も一生懸命頑張っていくので4つのグループの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして皆さんご存知かもしれませんが、はい、本日全世界185カ国に楽曲配信がスタートしました。何の曲だっけ？今さっき披露させていただいた曲なんですけど、はい、モアピーチって曲を配信させてもらいます。通称モアピー、モアピー、モアピーです。みんなぜひね、これあるから注目してください。お願いします。そして本日デビューがこの600キャパという大きいステージだったんですけど、はい、みんなどうでした？めっちゃ大きいね。ね、大きいよね。もうなんだろう、緊張通り越してるんですけど、口の中が乾いて乾いてしかないです。なんかね、すっごいね、緊張してるって裏でめっちゃ言ってた。ゆずどう？私はこの衣装に注目してほしいなって思います。そうね、レディしてて今日全身初披露なんですよ。そうだね、この間ね、アーシャを出した時は上までしか そう、見えなかったから。そうだね、そう、下ね、前が短くて後ろが長くて、長い、いい感じ。私がね、クラゲって呼んでる人です。クラゲで覚えてください。はい、そしてね、今日 YouTube の生配信も今してるので、はい、皆さんちゃんと盛り上がってください。見てました。来れなかった人も見てください。ぜひぜひね、アルスアルブね、今後ライブいっぱいあるので皆さん見に来てください。お願いします。でね、私たちなんと先ほどインタビューをしてもらったんですけど、はい、受けました。この今日のライブのインタビューも記事にしてもらえるみたいなので、はい、皆さんぜひチェックしてください。チェックしてください。はい、ではちょっと話も尽きないんですけど、そろそろ次の曲へ行きたいと思います。はい、行っちゃう、はい、行っちゃう、やめましょう。みんな位置について。はい、はい、はい、次の曲はここにいる女の子が主人公の曲です。恋の相手はここにいる男性のみんなです。それでは聞いてください。My darling。Thank you.
私たちのデビューライブにお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして私ちょっと気づいちゃったんですけど、え、何、今日自己紹介ちゃんとしたのしてないよね。してた、忘れてた。え、みんな私たちのこと知りたいよね。知りたいんだ。私も知りたいな。いっぱいいる、いっぱいいる。ちょっとね、私思いついちゃったんだけど、みんなから質問を集って、それをあさってからのライブでちょっと少しずつ答えていこうかなっていうの。いい、どうでしょう。いい、楽しみ。いいよね、楽しみ、楽しみ、楽しみだよね。なんかすっごい面白そう、うん、面白そうだよ、なんかクイズみたい。あんちゃんナイス、ありがとう。天才、ね、知ってる。じゃあちょっと私プロデューサーさんにお願いしとくわ。お願いします。ありがとうございます。ウェブでね、お願いします。じゃあ、あんりはね、お姉さんっぽいんだけど、私子供っぽいんだよね。あ、わかるわかるわかる、うん、でもそんな一面がすごい可愛いの。可愛いね。そうなのよね。で、ミナはこう見えてすっごいおしゃべりなの。めっちゃ喋りますよ。絶対違うでしょ。え、違う、喋るけど、あんりほどは喋らない。なんだね、ちょっとストップストップ。これちょっと質問集ってから答える内容だから。そうじゃん。ミナコの名前見たこと。ダメだよ。誰のせいだ。ごめんなさい。はい、そんなメンバーがいるんですけど、次私たちに会えるのは、21日土曜日スペースオットさんにてライブがあるので、皆さんぜひ遊びに来てください。来てください。お待ちしてます。あさってです。チケット予約はアルスアルムの公式ホームページからやっているので、じゃんじゃんお待ちしております。お待ちしております。てます。はい、そしてね、私たち個人個人ツイッターもやっておりますので、ぜひ皆さんフォローお願いします。待ってます。ぜひぜひね、アルスアルムのこと大好きになってくれるかな。いいとも。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは以上、私たちアルスアルムでした。